食紅スプレーで色付けしたオリジナル色紙です。裏に分かるように印を入れたら、まず裏が外側になるように三角に折ります。次に表が外側になるように長四角に折ります。輪になっている部分を持ってそーっと寄せるとこんな形になります。真ん中になる部分に印を入れておきます。そしてちょうど裏側に名前を書いておきましょう。印が見える方を隠れるように折り倒して、反対側をこんな風に斜めに折ります。両側とも斜めに折って糊をつけて貼ります。開くとまた真ん中の印が見えてきました。反対側も折り倒して折ります。これでかぼちゃの真ん中の部分ができました。裏返しにしたら端を少しずつ折っていきます。糊をつけて少し折ります。下の部分はピラピラ開きますので、糊をつけて貼ってください。これでかぼちゃの形の出来上がりです。黒い紙へ残っているものを利用して目や鼻や口を作ります。口は半分に折って歯の切り込みを入れるとこんな風になります。ここにヘタをつけてもいいし、帽子をかぶせてもいいですね。残った黒い紙で帽子を作ってみましょう。大きさを合わせながら少し大きめに作っては切っていきます。余った色紙やリボンなどを使って飾りをつけましょう。帽子にも縁取りをしておきます。目や鼻の形や位置、帽子の形を変えるとオリジナルのランタンができます。